ダークネスゲーム、シュラです。今回なんですけども、あとね、1ヶ月ちょいで、とうとうね、僕の YouTuber 人生が1年経つということで、今回はですね、新企画として無課金展開道を始めていきたいと思います。使うデッキはですね、このゴーストダクプリ型のね、新型ペッカ工場。まあ僕がちょっと前にね、使い始めたペッカなんですけど、まあロイホグとかコカツとかに勝ちやすくなるので、今回はね、これでマルチで3回やっていこうと思います。はい、マッチングしました。お相手、ノットソースリッククリック。なんか、センスのある名前ですね。よろしくお願いします。で、こういう手札の時なんですけど、おっと、まず、ウィザードが見えてるので、なんとも、危害の食らわない工場バブリアンを右に流していきましょう。あー、そうだな。なんか重い。ラグイ、やめて。ラグイのだけマジで勘弁してくれ。もう、ちょ、どうすればいいんだ。こういう時ってマジ、ラグが一番の敵なんで、ちょ、やめてくれ、マジで、それは頼むからやめてくれ。頼む。よし、いいか。あぶねえ、マジ、ラグは世界最強の敵なんでね、麦ったんでもラグには勝てないってあの、どっかの有名な大学で証明されたんで、これはマジで、どうしようもならないですね。で、相手今のところ見えたのが、ネクロ、スケブ、ウィザードなんですけど、そうっすね。ちょっとよくわからないけど、なんか、納金な感じのデッキですかね。ペッカに対してジャイアント出してくるっつうのは、この相手大丈夫でしょうか？ちょっとレアパターンすぎてわからないですね。まあ問題なのは、相手がまた、ラグっていう最強手段を出してこないかっつうことだけですね。はい、そしたらまずペッカはね、このジャイアント溶かすのに一役買ってくれるので、そしたら、このね、ネクロマンサーも倒してくれるし、で、今度は右に工場バブリアン咲いて、相手多分スケルトン部隊出して、スケブじゃないんですけど、ここ、うまい感じにコウモリとか倒してあげれば、まああとね、スケルトンもウィザードも全部倒してくれるので、放置でいいです。放置でいいよね。さあ、スケルトンを倒せ。倒。ここでうまい感じバシュってやってあげると、一発で抑えられたんすけど、まあエレクトロウィザード今回ちょっとね、遅かったですね。はい、で、まず一つのタワーは折ることができたので、あとは様子見ですかね。このまま3分間ね、終えてマッチング終了してもいいんですけど、マッチング終了ってなんだ、バトル終了してもいいんですけど、やっぱね、いつ折られるかわかんないっていうのが、相手のこの粉砕力のあるデッキなんで、でも今のところファイアボールとか見えてないんで、とりあえずね、こういう感じにぶっ潰しに行く、ペッカマジだってでいいと思ったんですけど、まさかのね、相手がロケット採用ということで、今回これは、どうしようもないですけど、とりあえずネクロス潰して、おっと、それはザップでうまい感じ処理させてもらうよと。で、これスケーブ来るんですけど、まあ、エレクトロウィザード出してあげればいいかな。で、後ろに工場ババリアン出してあげて、相手ロケット回ってないと思うんで、さすがにこれ諦めざるを得ない。諦めざるを得ませんでね、暴れる君も言うレベルですよ、これは。さあ、バシュバシュしてって、これもガン無視ですね。おっと、ダークプリンスちょっとミスったんですけど、相手のこれをさすがに倒してくれると思うんで、マジックアーチャーまで出して、さあ、ペッカ貫いてくれ。さすがにこれ負けるっつうの。ザップがラグイが、おっと、ラグイ。ラグさでこれもしかしたらバグで僕が負けることになるかもしれないが、負けないか、さすがにこれは負け。どっちなんだよ。もう9秒ぐらい経ってるんじゃないか。ちょっと、ラグが一番の敵。本当に。どうしよう、この、神妙な空気感で僕のトークだけが響き渡るの、ちょっと視聴者の皆さんに申し訳ないんですけど、画面動いてくれませんかね。ちょっともう押してもカードを見選択しか出ないし、どうしたらいいんだろうこれ。ログインが接続されました。それはちょっとひどすぎない？ラグの境地みたいなところまで達してる。 100% これは、宝箱ゲットしたってことはまあ良かったらしいですね。じゃあ次のバトル行きましょう。はい、マッチングしました。お相手、ハミャン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 さんですね。Seal Heroes ってことで、まあ、ソウルの英雄たちっていう意味らしいんですけど、まあね、英雄はことごとくね、この闇が滅ぼさなきゃいけないもんで、そしたら、まずは工場ババリアンかな。工場ババリアンを出してあげれば、まあ、うまい感じにね、言うのってなると、そうだな、相手ペッカーだったりするんですけど、まあ、とりあえずここら辺からゴースト出してあげればいいかな。いいかなって思ったんですけど、相手プリンス見えてんの嫌ですね。これどうすればいいんでしょう。とりあえずこれザップでうまい感じにバシュってした後は、ダックプリここら辺から出してあげれば倒せるかな。コウモリって真ん中、キング後ろから出した場合ね、うまい具合に後ろから出すことによって倒すことができるんですよ。このプリンスも多分倒してくれるな。
で、そしたら相手何使ってきたかわかんないですけど、最初、バルキリーにはペッカー合わせていいかな。今、ゴーストとかいないんで、さすがにこれはペッカー。それも全部左に誘導しよう。ラグい。もう本当にラグい。ラグいのやめてくれ。マジ。マジ、もう超、マジ、ふざけんのやめてくれ。もう死んだよ、これ。どうすれば倒せんだ、これ。もう相手も何これ。絶対ラグ読みだろ。あの、ユーノにレイジとプリンス合わせてくれるとか。ラグ読みしないでください、マジで。勝てるわけないんで。あ、これもね、もう無理なんで、右にゴースト流しますか。右にゴースト流して、左のこれどう守るんだい、君。あ、無理っぽいね。君はペッカ入るんで、ほら、無理に攻めたからこんなことになるんだよ、ジョーン。あ、僕の名前はボブって言います。あ、今だけですけどね。で、これゴーストも入って、ペッカも入るが、相手これ、うん、なんか、さすがにね、そのまま倒させてはくれないっぽいです。さあ、ダークプリンスがこれ入るか入るか入るか、グッドゲーム。はい、マッチングしました。お相手アルバートさんですね。ちょっと2戦連続でラグっていう最強の敵とマッチングしてしまったので危なかったんですけど、とりあえずここまで勝ってこれてるんで、アルバートさんにも勝っていけたらなと思います。相手墓石なんで、もうとにかくつがもう確定でラバみたいなもんなんですけど、とりあえずポイズンで倒してあげて、ポイズンで倒、あれ、ウィザード、ラバにウィザードはいないはずだから、これなんか別のデッキかもしれませんね。まあとりあえずカンストしてるっつうので怖さはあるんですけど、バーバリアンもっさりしてんな。これやっぱラグいのかな。ペッカも若干ラグい気がすんな。大丈夫かな。これ、ウィザードも倒してくれるんでいいんすけど、相手のあのミニペッカはさすがにこれダックプリとかで守んないとダメだよな。で、これね、あの、タワーに近いところで受けてあげると、あの、タワーのね、矢のダメージが早く入るんで、おすすめです。後ろ目で出してあげるのは。で、あの墓石はさすがにね、攻撃壊してくれればよかったんだけど、まあ特に何も出さなくてもね、墓石っていうのは危害はないんで、一旦放置しておきましょう。で、相手これなんか出してくっかな。何も出さないんだったらまたこうゴーストとかやってもいいんですけど、そうだな、相手がメガナイトか。メガナイト嫌だな。メガナイトどうすれば勝てんのかね。とりあえずこれ工場とかで受けてあげればいい気はするんですけど、そうっすね、ここら辺で受けてあげて、エレビズこう出してあげれば、それはまずくね。なんかさっきからレイジで受けるやつとかが多すぎるんだけど。で、ホグこれ、あ、一発か二発で抑えられたかな。で、左のこのメガナイトは倒してくれるんで、右のコウモリもガンムシですね。相手呪文とかなさそうなんで、ここをダクプリ出してあげれば守れないんじゃね、相手。まあワンチャンミニペットか出してくるけど、さすがに遅いですね。さすがに遅かったんで、これはダメージリードっす。で、後ろ側の方でロイヤルゴースト出してあげればいいかなって感じです。さあ、間に合い。よし、オッケーオッケー。で、そしたらゴーストも一発で倒、嘘でしょ。まあいいや。ここからマジックアーチャーを出してあげれば、さすがにね、相手何もできずに、こう、墓石が倒されていくのをただ眺めるしかできないんで、そしたらね、後ろ目のペッカ出してあげれば、はい、全然ね、誘導可能なんで。ちょっとまあ、申し訳ないっすね、ほんと。メガナイト倒すつもりでやってきたのに、全然倒すのに一役買ってくれないっつうのは、申し訳ないんですけど、ここ、はい、こんな感じで出してあげて、ダックプリもね、協力してくれるんで、で、マジックアーチャーまたここら辺から出してあげれば、ペッカは延命できるかなーっていう感じで。オッケーオッケー。で、そしたらこれ、右ね、さすがに防衛してくると思うんで、左工場出してあげてサイクルを乱しつつの、これゴースト受けですね。ゴースト受けしてあげれば、マジックアーチャーが無限に行きますし、相手の出したコウモリもマジックアーチャーがベチベチしてくれるので、あとはこの保護を守るだけでいいかな。さあ、保護守りたいが、全然守れてますね。そしたら、後ろから、ダークプリンスとか出して、エレクトロウィザードで決まりかな。はい、グッドゲーム。はい、ということで、いかがだったでしょうか。これからもね、こういう感じ、マルチの動画、定期的に無課金展開道としてやっていくので、面白かったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。あとね、僕が使ってるこのゴーストダークプリ型、皆さんの手で広めることもできますのでね、ペッカ工場使ってるっていう人は、あ、こういう形もあるんだなっていう風に認識してもらえたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。